はい、どうもさん、プロスプです。しおです。変化プクモシバイアランクマッチ、今回もやっていきましょう。今回のパーティーはですね、バイバイアの雪降らしで、アラダイを降らして、まあ、それで、パッチリの雪かけを発動して、まあ、どんどん敵を倒していってもらおうっていうパーティーですね。まあ、パッチリのね、電撃空調は、まあ、先制すると威力2倍になるし、まあ、このライハチバキも降らしているので、かなり火力が出るんじゃないかなと思いますね。はい、それではやっていきましょう。はい、アンデルセとマッチングしました。グラーノンがです、ポケモンが。それだとね、そうだね、こういう並びだと、なんとも言えないね、これ。電気技通りも、パッチーロン使えるか、これ。まあいいか、バイバイだ、出そう。バイバイだ、パッチーロンからの、最後に何を出すからね、これ。石炭山でいいから、石炭山でいいや。はい、これでいこう。はい、先生、よろしくお願いします。初手かサンダー。サンダー、どうしよう、ミラーコード決まるから。で、またサンダーミラーコードチャレンジか。ミラーコードは決まったら大体勝てるんだけどね。なんか騎士感があるな、これ。迷うからタイムなんだよな、これ。はい、これミラーコードを決める。決まるか？決まるか？あ、相手悩んでるな、これ。ミラーコード呼んできそうだな。あー、回電波。マジで回電波はダメージないんだけどな。ダメージないんだけど、あれじゃあ、カラサイルからめんどくさいな。っていう。そうだな、これリターンになったから、電話感するもん。すげえもったいないな、それは。ちょっともったいないから、オーダーベル貼る。あ、で、オーダーベル、こっちは先生してるのか。で、サンダー、で、このサンダー、あれか、回電波を当て続けるつもりだ。もう、バイバイだね、倒すか。一回の特攻を下げないと、これ、こっちは絶対入れるのか、関係ない。もうこいつ普通の氷座持ってないからね。まあこれ絶対エイド当てる。当てればいい。絶対エイド当てればいい。いつか当たるんだから絶対エイド。これ絶対一匹持ってく。あー、サンダー引っ込めてくる。ブラッキー、ブラッキー、あ、ブラッキーなんてまさに一匹ずつのマットじゃん。なんかこの前までは絶対エイドのメッセージ高い気がする。あれじゃない？今なんか、え？誰もないこいつ。こいつ絶対エイドのメッセージなんか高い気がする。気のせいかな？むちゃくちゃ高い気がするんだけど、なんか。え？待て、絶対エイド使う。絶対エイド以外ないからね、ここ。あー、まあこれは普通に外すか。どんなもん食らう？あ、余裕。あー、こんなんした。だるいな、このこんなちょっとだるいけど。で、次でアダレタンが終わるんだよね。一旦、石炭山で引いて混乱を解除しつつ、まあ、アダレタンを枯らして、次、バイバイで出したらまたアダレが発動できる状態にするか。まあこれ、さっきの絶対エイドで、なんだっけあいつ、何倒したんだっけ忘れてた。まあいいや。まあこれは全然食らわないでしょ、防空で。今必要だから。よし、オッケーオッケー。あれがやむ。ねえ、こっそらはね、見てもみるでいいのかな。さっきブラッキー倒したんだ。見てもみるを取りに悪くないんだよな。だグラードン出してきそうだな、ちょっと。まあ、どっちにしてもグラードンだとダメだから、もう。どうしよう。で、グラウンド出してくるんだったら、この技ある。この技で行くか、これは。解放者で引こう。あー、もう全然。まあ、全然食らわない。なんで、このサンダー本当に攻撃力振ってないんだな。ほんと、長かったらもう少し食らうもんな、さすがに。石炭との耐久力でも。エースバーンなんだ。エースバーンの方なんだ。エースバーン出してくるんだったらメテオビームでよかったけど、まあ、ヒッカロンか。ここはまあ、エース、切らず切らなくてもいいか、別に。バイバイ出して、もう一回アドレナを振らせて、バイバイ出すでしょ、ここで。もう一回アドレナ振らせて、まあ、
それでまあ、エースバター取引先でとかやってくると思うから、それまあ、こういった取引先に、まあ、売買に退場してもらう。はい。ポーン、ポーン。はい、これ退場してもらった後は、あの、パッチリドンで無双すると。いけえな、これ。電撃調子で倒せるよな、エースバンも。パッチリ、あ、エースバンもサンダーも。エースバンは良い。問題はサンダー。サンダーの耐久力そこそこ高いからね。あの感じだと耐久力いかないって言うと、回電波だな。まあ、D特化か。特殊耐久だな、多分。そんなに防御少ないだろ。だったらいけるわ。連撃口はしよう。まあ、連打して倒していくと。スカーフとかじゃないよね、相手。スカーフは、でもこんな読み方はスカーフじゃない。大丈夫。はい、そば引っ込めてくる。これ、あれからエースバー引っ込めてサンダーにして、なのかサンダーでアラレタンを枯らそうって感じかな。あー、ギリギリ落ちないけど、アラレのダメージ。そうだね、これがでかい。アラレダメージによって、ギリギリ落ちないやつを落とす。これがかなりでかい。これでエースバーが出てきて、エースバーもリンクちまして、一撃で終わりと。はい、これで、リンクちまし、うん、スカーフじゃないことはもうほぼ確定だから、これで普通に通る。はい、対戦ありがとうございました。いやー、一応余裕。やっぱり、ハチマキ連撃口はしてるからやばいね。